おっすおっす、今さらおっすおっす言われても困りますね。よろしくお願いします、ちはやです。さあ、じゃあこちらのコースからいきましょう。なかなかインパクトのあるコースを見つけたんで、まずはこちらからいきたいと思います。いや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 重い重い。そっか、カメックさんたち動かないのか。これ先制でクリアできないかな。いや、きついね。先制クリアはきついか。なんとか先制でクリアできないかな。シャッといって、シャッと。かな、ひょい。あ、全然無理だわ。あ、つみ。つみやつ。おわ、復活。なんで？ファイヤーで、ファイヤー使ってゴールしたら甘い。はい、すいませんでした。ごめんなさい。え、なんで？なんで復活した？カメック倒さなきゃゴールポール復活しないと思ってたけど、なんかあるんだな。さあ、スピラン参りましょう。2月の4日にいただいたスピランですね。初めて作ったスピランだそうです。当時2月4日に送ってもらった時は835分の1だったのが1000分の3くらいになってたっけ。100秒スピラン長えな。マリオメーカーやばいな。全然やってないから、もうなんか三段ジャンプも、マリオメーカー全然やってないから三段ジャンプすら怪しいよ。結構嫌な感じの、ほっ、はい、え、そういうことか。あ、もういけそうな感じの、あれ、あ、いいのか、こっちでいいのか。OK、 OK、 はい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 、ドカン、ドカンじゃない、全然ドカンじゃないちゃんと寝てないからちゃんと寝てないから意味不明なこと言ってますね。これがいわゆる深夜テンション、深夜テンションならぬ早朝テンションってやつですよね。に投げて投げて、これ相当反射鈍ってるぞ。やっぱ寝ないとダメだ。人間ってやっぱ寝ないとダメな生き物ですからね。この上のトゲは何？ボム兵？え、何？このボム兵は何？え、何ボム兵？怖いわ。え、これは？あ、へい。はい。なるほど。はい、はい、はい。うわ、大丈夫。この壁ローション塗ってるぞ、気をつけろ。ローションが塗ってある壁があるぞー。え、そんなことしなくていいじゃん。普通にここを上に行けばよかっただけじゃん。なにこれ、どういうこと。ちょ待って、わかんない。ん、今んとこもなんか、え、だって P スイッチさ、そこ別に右下から右に飛んでゴールできたんじゃね。なんだ。はい今の自分にまさに、ね、眠気との勝負ですよ。自分を見失わないで。あ、そういうことか。多分そういうことですよね。あ、めっちゃ見失ったわ。あった、これだ。
あれ違う、あれ俺今どこ、正直見失ったわ正直見失った。もう一つスピランやらさせてください。2月の5日にいただいたスピランですね。はい、やってきましょう。地獄の巻。クリア率はそんなに辛い感じではなかったですよね。やっぱりちくわ。とりあえずそのままドアってみた。バカ野郎。おーおお、分かってしまえばそんなに難しくないから。ほっ、ちょ、は、は、あ、いい？直でいけんだ。オッケー。そうだよね、はめて殺そうとしてる感じだよ。はめ系、はめ系、はめ系女子。はめ系女子？これはなんか、あかん匂いがするな。今のとこだけ、ちょっとなしにしといてもらっていいですか？深夜、早朝テンションってことで。あぶね。はっ。はっ。ふわー、あぶねー。今の噛みってたろ、まずね。あぶね。オッケー、持ってく。持ってくことに成功した。あもうやだ。オッケー、入れました。はい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 。持っていくんだよね。はいはい。ピース位置なんかあった？あっぶね。はい。ここはする。はいはい。これはメットかぶってこいでよかったのかね。なんか明らかにヤバそうなコース見っけたわ。でもさ、あ、いや、違うか。ワンワンは話し飼いになるとぴょんぴょん上に飛ぶから。これはもうほぼほぼ運ゲー。適当にジャンプして、ちょうどそのワンマンが下にいるときに、斧に触れるしかない的な。その前にさ、これ上、あ、上じゃない？もしかして。これ下？もしかして下ですか？了解した。下ならなんかいけそうな気するわ。あ、全然無理でした。すいませんでした。失礼しました。おー、いけた。いけたわ。いけちゃうんだね、これね。これさ、上もいけそうな気しない？草原で、デコーラを投げて走れ、コーラン。デが二つくっついちゃった。いや、でもな、なんか、ん？まあいいか。いいんだ。そんなのは気にしなくていいんだ。タイミングがめっちゃ難しい。ほっ、ほっ、タイミングゲー。はっ、ギリギリ、オッケー。スピンかい。はい、投げて、ギリギリ、あ、これダメだわ。あ、いけた、ありがとう。やった、いけた。めっちゃ楽しい。最後、ギリギリで全然飛んでなくて死んだと思ったけど、生きてました。やったね。では、本日の最後のコース。壁キックコース。3月31日にいただいた壁キックコースですね。難易度は高くないかもとは書いてありますが、クリア率は 0.90。 はい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 、いいよ。オッケー。これは、うわ、赤コインをしっかり回収していきます。そうか、ギリギリだから、あんまりはしゃぎすぎると。これ次どこに行く？わかんない時の右飛び。あ、いけた。あ、じゃあ、あ、危ないよー。鍵道入るよー。これは中間でしょ。 OK。 下の土管めっちゃ気になるよね。危な、はいはい、やばい。あれ？あ、だ、あんのかよ、下に土管が。あるのね。はい。コースよね。
ッケー。あ、じゃあ、左、土管なんすかね。気になるよね。まあ、とりあえず、ここ乗るじゃん。戻りますやん。ただいま、お帰りなさい。はいはい。ここでさ、ヒップを出したかったんですよね。こんな感じで。はい。着地。着地？え？わかんないときは、落ち着いて、はい。はーい。あ、ゴールだった。オッケーです。動画最後まで見てくれてありがとう。高評価、ぜひ残していってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。せーの、チャオー。